卵性メダカ、卵性メダカ類とは、カダヤシメの魚のうち卵性のものの総称。色彩の鮮やかなものが、観賞魚とされる。なお、現在の分類では、メダカと直接の関係はない。カダヤシメは、1980年代まで、メダカ科を含む、メダカメとされていた。この旧メダカメには、観賞魚とされる種が多数含まれて、 いたが、そのうち卵性のグループを指すキリフィッシュに対応するアクアリウム用語として使われるようになったのが卵性メダカである。日本のメダカも卵性であるため、英語圏ではジャパニーズキリフィッシュと呼ばれていた。なお、卵体性のグループを指すライブベラーは卵体性メダカとされた。その後、分類の変更によりメダカ,カが脱だへ移動し、旧メダカメが カダヤシメに解消されると、英語圏では、日本のメダカを、ジャパニーズライスフィッシュと呼ぶようになり、キリフィッシュは、もっぱら、カダヤシメの種に対して用いられるようになった。一方、日本における、卵性メダカ、卵体性メダカは解消されることなく、引き続き、キリフィッシュ、ライブベラーに相当する用語として使用されているため、結果的に名称の由来を含まないこととなった。 生態は多様で、グループにより、主な分布域、生息環境、水温などが全く異なる。アプロケールス科の一部の種などで、寒気には消滅し、雨季にだけ現れるような池、沼などに生息する種が多く、弱酸性の水質に適応している。そういった種では、その卵は、乾燥に非常に強い、独特の生活感を持っているグループである。原産地では、 生まれて一年で死ぬライフサイクルの早い種などもいる。おおよそ一年前後の寿命があり、寒気前には途中に散乱し、寒気の間は卵が眠った状態で途中に残り、うっきに卵が水に浸かることによって孵化する種類をあゆという。これに対して、休眠を必要とせず、水中の水草などに卵を産みつけ、2から3週間で孵化をし、2から4年程度の寿命がある種類を非年魚という。 南北アメリカ大陸と地中海沿岸地方に生息する。ありがとうございます。